皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。この時間がですね、ちょうど今夕方の5時40分です。こういう時間にもし亡くなった場合どうなるか、これ夕方5時40分、そうするとですね、今日もお通夜というのはできないんですね。で、当然明日がまあ通夜とか、明後日が葬儀というふうになるんです。というのが、人間というのは亡くなられたら24時間火葬したらいけませんという、これ条例で決まりがあるんですね。これは広島だけでなくて日本全国です。で、この時間亡くなると、もう今からじゃあ打ち合わせしましょうか言うてもですね、やっぱり家族の人もやはりもう結構疲れておる方、やっぱり今コロナでですね、病院の方が見舞い制限というのがありますが、危ないという状況になった時には家族の方がついとってもいいですよと、その代わり人数制限をさせていただきます。そういういろんなことがありますが、そういう中で家族の人も今から葬儀のことを、細かいことを決めましょう言うてもですね、やっぱり写真もやっぱり家に置いておるし、印鑑持ってくるの忘れたとか、いろんなことがあるんですね。で、こういう時間帯いうのは大体基本的にもうほいじゃご遺体の安置が済んで、もしあれだったらうちの会館へおごってもらってもいいし、もしお帰りになるんでしたら鍵渡しときましょういうような感じでですね、お帰りになっていただく、これがまあうちのやり方ではあるんですね、このキーターホールでは。そしてですね、ちょっと話が、直葬の方へ一旦振ってみようと思うんですが、直葬の場合もこういう時間でしたらもう今日火葬場行くことができるのですね。というのが、これは条例が、火葬場は午前9時半から夕方4時までという、 こう決まりがありまして、受付時間がもう過ぎておる、そして火葬場の方ももうこの時間は火葬業務というのはありませんから、一旦我々のような業者で預かるとか、そして自宅へ帰れるなら自宅で、場合によってはですね、これはほとんどこういうケースはないんですが、病院が方がですね、霊安があるからいいですよという場合もありますが、これはその病院によって違いますんで、事前に病院の方に確認を取っとっていただきたいと思います。直葬というのはですね、こういう時間帯とか深夜帯になるともう火葬場にはどうしても行かれるのですね。ですから、どうしても葬儀業者の方で預かる、自宅に連れて帰る、で、状況によっては病院に預かってもらう。しかしながら、最初にもお話ししましたが、24時間経ちませんと火葬ができませんから、いずれにしても次の日の火葬というのはもう無理なんです。これは先ほど言いましたように、火葬時間との兼ね合い、これは条例で決まっておる、午前9時から夕方4時の受付ということで、24時間、死亡時間がですね、こういうもう5時40分過ぎておれば、どうしても次の日はもう火葬業務というのは行ってないんで火葬ができない、こういうふうに頭に入れとっていただければ思います。朝亡くなってですね、それじゃあすぐ火葬場行けるんか言うと、これ9時30分から受付が始まって、直葬の場合、火葬場へ一応火葬場の方が何時頃来てくださいという指示が出るんですね。で、それが当日の火葬業務の兼ね合いで、やっぱり火葬場の方も、一応混雑する時間というのがありますから、その間は我々の業者で一時的に預かっておくとか、そういう病院で待たせていただくとかいうことをするわけですが、この辺もですね、直葬するでもすんなり火葬場には行けませんよということをお話しておきます。最後にですね、コロナ禍でコロナの方はまだですね、2類型に指定されている関係で、亡くなられたらすぐ火葬場の方へいうふうになっておるんですが、これもですね、すんなり行けるんかというとそうじゃないんですね。というのが、やっぱり火葬するまで、一応まあ24時間経過しなくても火葬ができるというふうにはなっておりますが、火葬する前の手続きというのがあります。やっぱりこれが結構やっぱり時間かかるんですね。ですから、亡くなってからすぐ病院からですね、火葬場の方へ向いていけるのかというと、これはまた違うんです。当然火葬場の状況もあります。そういういろんなものを加味してですね、ですから、コロナだから決してすぐ火葬場へ行っとるんかいと、これはそうでないということを申し添えてですね、今日の動画終わらせていただきたいと思います。以上でございます。